ちとにちにのつっちゃんちゃんが、あいえんあいちち、ほんいんあいちちち、さんやんやんやんちゃんちゃんちゃんしんしん、はひはひはひふへほは、はひふおは、はい、じゃあサビ、こんにちは。いやなんだっけ、あのひねのひょうふん、それサビだろ、それサビだっけ、え、あれ違う、間違い、違う曲になった。いや、わかんないわかんない、あ、そっか、今のはサビじゃないのか、うん、B メロってやつか、 B メロって、A メロって、A メロかな、わからん、わからん、わからん。全然わかんないです。わしたほにはくさしん。ひんひよんひんやんけんしん。あげんあげんわははへほいない。いやー、小西くん。はい。リクエストいただくようになってしまいましたよ。いいですね。いいじゃないですか。毎週考えてやってたけど、うん、もうリクエストがね止まらないよ。でもこれ結局同じ曲でしたよね。みんななんかコメントくれてますけど、そういやだってさ絶対そうやと思うねん。あのおっさんしか見てへんやん、うん、だからこれあの完全に牧瀬里穂が頭に出てきてんねん。みんな牧瀬だ、わかる、わかる、わかるけどわかんない。わかるけどわかんないっす。なんだっけ、プロモーションビデオと、あと、JR かなんか、うん。JR やね。そう、JR や、JR や。まあ、これ、これだったよ。ほんで、牧瀬里穂がめっちゃかっこいいだったよ。ね。うわははへい、ほりなーいっつって、めっちゃかわいかったの。やっぱ山下拓郎だわ、やっぱり。山下拓郎素晴らしい。なんか外国でめっちゃ流行ってるらしいよ、シティポップっつって。へぇ。山下が。お前めっちゃおしゃれやもんな。ね。曲。うん。すごくいいよね。もう大好き。まだ、まあ他にも好きな曲あるけどね。うん。うん。なんか山下達郎が10人ぐらいで歌ってるような曲あるよ。こう被って被ってね。ハーモリまくってるやつみたいな。あるね。そう。うん。あれもなんか冬のイメージやね。うん、あ、素晴らしいね。いや、まあ、山下拓郎は置いといてね。これ皆さんの、ね、リクエストお答えいたしました。山下拓郎で。達郎じゃない。ほんまや。やば。山下拓郎、なんか林拓郎みたいになってしまうみたいな。吉田拓郎ですね。吉田拓郎とマジですかね。山下達郎。林拓郎もやばいけど。ゲストの方に突っ込んでもらいたくて、すみません。黙っててくださいねって言うといてすいません。それはたまれないですよね。それは。そらそらね、それはね、あのオープニング終わるまで待ってられへんよ。うん、失礼します。もちろんね、達郎ですよ。クリスマスイブね、あれ違かった、うん、曲名し分かんないですね。なんかちょっとググってくださいみんなね、うん、ありがとうございました。太田義孝でクリスマスイブでした。さあそれでは小西君、はい、本日はね、はい、あの先ほどご指摘いただきました、うん、僕たちの大先輩ですよ。そうですね、ゲストに来ていただいております。うん、緊張するね。なんかね、緊張します。ちょっと、うん、空気が違う。なんかこう、目上の人に来てもらうんってありましたっけ？あ、っていう初めてかもしれない。年上の人。そうですよね。初めて。うん。いや、大体さ、うちのあの TJ の社長とかも出てって言ったって断るよ。そうなの？
ね、ハスコの社長も断るよ。恥ずかしいっつって。うん、それがね、大先輩、今日は来ていただきました。嬉しいね。うん、優しいね。優しいね。優しいっす。僕たちのために優しい。ありがたい、ありがたい。さあ、じゃあ、もうスタートしましょう。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。はい。はい、はい、こんばんは、皆さん。こんばんは。本日のゲスト、パウダーカンパニーの高久さんでございます。いえー。呼んでいただいてありがとうございます。何をおっしゃいますやら、ありがとうございます。ありがとうございます。ミスタースティープですよ。うん、あれですよ、ピッケルを持って滑ってたスノーボーダーです。そう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 。マジかって身を持っていました、ね。だこういうとこ、こういうとこ滑ってた人ですよ。まさに、ね、まさにそうなんですよ。うん、はい、いやー、嬉しい。ありがとうございます、うん。ありがとうございます。今日はもういろんなお話を聞かせていただきたいなと。はい、で、僕はアラスカの話もお聞きしたいし、うん、今のその、あのパウダーカンパニーのお話もしたいので、はい、ちょっと飲みながらですけどですね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあちょっとね、お、今日はまだいけるな。こんばんはしましょうか。ちょっとお付き合いください、高久さん。すいません。はい、はい、ギターさんこんばんは。あれ124名、すごい。あ、今そうですね。うん、こんばんは。歌いましたよ。ね、こんばんは。あ、田中くん、歌いましたよ。こんばんは。しみたかさん、こんばんは。こんばんは。あ、ひろし、ひろさん、こんばんは。歌いましたよ。ね、おーちゃん、こんばんは。ゆうちんさん、こんばんは。歌いましたよ。うん。AK さん、はい、おバンドス、どうも。おーちゃん。いや、もちろん、もちろん。新日鉄釜石さん。新日釜鉄石さんです。ほんまやね、これいつか言ってたら、はい、新日鉄釜石に変わってないかなっていつも思う。変わらないね。毎度毎度。毎度。おゆさん、こんばんは。どうも、坂本ちゃん、こんばんは。こんばんは。はい、かっぱさん、こんばんは。トニーさん、こんばんは。はい、おばんです、どうも。ゆうじゅんさん、こんばんは。こんばんは。ヒロさん、こんばんは。ロコグラフさん、こんばんは。はい、ランさん、こんばんは。あ、ヒロさん、またいた。ヒロさん、こんばんは。A さん、こんばんは。A さん。シュッ、こんばんは。銀さん、こんばんは。お、マキバコさん、こんばんは。どうもどうも。GN さん、こんばんは。HD さん、こんばんは。ニセコの動画、なぜかハッシュタグにイケシンさんの、あ、それ、コピペしたんで、それ、もう今直ってますよ。大丈夫です。お、インフォアさん。インフォアさん。あ、歌いましたよ。ありがとうございます。ジーナさん、高久さんがそうなんですよ。見えてるでしょ、今。目の前にいるでしょ、高久さん。ね、BMC さん、こんばんは。はい。ハクさん。はい、こんばんちは、どうも。いっちょつわ、こんばんは。にへいさん、こんばんは。おいってさん、こんばんは。高島さん、お疲れ様です。こんばんは。お、テーマから。お、つきさん、ありがとうございます。お、つきさんだ。お、ゆもとさん。あ、ゆもとさんですね。ありがとうございました。もう、超喜んでましたよ、つきさん。いや、めっちゃ楽しかったね。楽しそうでした、すごく。ね、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、みけまさん、こんばんは。上田さん、こんばんは、どうも。うーちゃん、こんばんは。とちさん、こんばんは。明日、ニセコ行きます、だって。おお、ね。これ、カメラマンのとちさんじゃないよね。違う。絶対違うよね。絶対違う。とっちにはしない。とっちって書かないよね。そう、多分。違うよね。オナニーさん、こんばんは。どうも。うん、赤ご老人さん、こんばんは。うーちゃん、はい。
高久さん、ハスキーボイス好きです。ね、渋いっすよね、声ね。コバルトブルーアナウンサー。こんばんは。タカコさん。888888。あ、パチパチパチね。あ、そういうことね。ね。はいはいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ね。はい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 、ありがとうございます。ネギさん、こんばんは。どうも。は、ん？ハーマン・カーン。こんばんは。ハーマン・カーン。ハーマン・カーン。オリバー・カーンしか知らない僕ね。ポンちゃん、こんばんは。パウダーカンパニー見てます。限定作品もライダー。おお、そうなんですね。そうなんですね。そうなんです。その辺も聞きたいですね。ね、限定のお話も聞きたいね。うん。シンシンさん、こんばんは。どうも。斉藤さん、こんばんは。はい、ニセコパウダーありがとうございます。今まで昨日まで雨、あら、ここ数日暖かい。まだでも週末降るでしょう、きっとね。うんうん、あ、もう降ってんのか。クリスマスカンパニー期待したいですね。ニセコの番人、高久さん。番人、ね、何の番人だか。わさくさん、こんばんは。あ、私にとって神回です。でしょう。よろしくな。やすきさん、こんばんは。はい、さんまるさん、ST さん。こんばんは、オープニング。大丈夫。見れますからね、まだ。うん、こんばんは、週末アノプリ行きます。お SE さん。おぉ。ケージが入っちゃうかな。これ、うちのメニューです。メニューですね。へ、ぇ、ね、はい。わ、嬉しいな。うん。ねえ。山本さん、ありがとうございます。山本さん、あ、今日来ていただいた。そうです。今日来ていただいた。あら、嬉しい。ありがとうございます。猫さん、こんばんは、どうも。高橋さん、岡村高橋さん。奥村さんか、はい。こんばんは。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ズルさん、こんばんは。りょうすく。こんばんは。二平さん、高草様、こんばんは。嬉しい。まあ、パウカンは、ニセコも湘南も何度もお世話になっています。今年に行く予定、よろしくお願いいたします。ぜひ待ってますよ。よろしくお願いします。湘南の冬もいいですからね。サーフィンですか？まあ、サーフィンとか海の景色もすごくいいんでね。はい、湘南といえば僕の中では湘南爆走族ですから。ああ。江口洋介がね。そうですね。たくさん相談になってますね。そうです、そうです。ちょっとそんな話、後で2時間ほど撮って話して。僕、ビーバップハイスクール世代ですね。いいですね。いいです、いいです。ヒロシトップとか入ってました。はい。やべえ。カヘさん、こんばんは、こんばんは。はい。パウダーカンパニー行くようになって、これね、なんていうか、コンフィユーっていいんじゃないですかね。うん。コンフィユー。ついに、限定スティック買っちゃいました。パウカンです。ありがとうございます。嬉しいです。ね、素晴らしい。やっぱりその、はい、嬉しい、関係する方と一緒に滑ると、すごくその他の扱い見えますよね。はい、うん。確かに。楽しみ。ポンちゃんさん、こんばんは。はい、高久さん、太田さんと滑ってるとき、シバッチ3号使われてるんですか？はい。あの時使ってましたね。あれ3号ですか？はい、3号です。バックパック。リッターのバックパックですね、これ。そう、ノースフェイスですもんね。はい、うん、そうですね。35リッター、45リッターと、あと28、18かな。そういう4種類の設定になってる、うん、まあ、スノーボード、スキーを、まあ、目的としてはバックパックですね。うん、僕は28をずっと探してて。はい、はい、ないんですよ、今年ね。全然ないんですよ。なんそうなんだ。の問題で、あのコロナでベトナムがすごい厳しかったんで、バックっていうのは非常にベトナム多いんですよね。うん、そういうので、半製品になっちゃって、全然輸入されてないんですよ。お待ってる人多くて、本当ごめんなさいね。ああ、そうなんだ。はい。チュガッチね、チュガッチ、チュガッチ。チュガッチ。の、こんばんは。こんばんは。見せ込みたい。いや、そうでしょ。僕もだって編集してて、で、また今日は高久さんがいらっしゃって、もうニセコ行きたくてしょうがないですもん。楽しかったもんな。小和さん、こんばんは。あ、
フィラ、こんばんは、どうも。こんばんは。純一さん、こんばんは。ショートスパッツはノーパンだと思い、そうしてみたら、彼らがまあまあ自由に動いて、まあ、よくわかんない。面白い。ねえ、ショートスパッツ、まあ。自由の方がいいですよ。暴れてるぐらいでいいですよ。ゆりゅうさん、こんばんは。はい。さあ、まさん。本日レッスン受けた小田さん。ありがとうんだ。おお、最高に楽しかったです。いやありがとう、最高。楽しんでたね。楽しんでたよ。ね、嬉しいな。ゆりゅうさん、こんばんは。どうも。ケイタさん、こんばんは。おお、ケイタさん。はい。こんばんは。ミノさん、こんばんは。こんばんは。お、マユチン、わっしょい。わっしょい。ヤーマン、こんばんは。こんばんは。大西さん、こんばんは。どうも。ヤーマンって山田裕之？そうですね。そうでしょう。そうでしょう。違うでしょ。そういうことにしとこうか。いや、ありがとうございます。皆さん、こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、高木さん、ありがとうございます。いえいえ、こちらこそです。すごいね。このもう180人、190人。やっぱ継続ってすごいですね、うん、皆さん。そうですね、おかげさまで、ね、毎週見て、うん、見てくれる、楽しみに見てくれる人たちも今こうチャットの中にもいらっしゃるんですよね、うん、そうですね、なんかね、こうやっぱこう なじみのお名前というかね、うん、はい、うん、はい、あんまさきなんかみたいなね、うん、あともうウォーターアウトドアーズすごいですよ。いや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 、もうすごい勉強になりますし。やめてくださいよ。そう、ニセコ行って一緒にご一緒した時も、リフトでずっとこうやって、はい、こそこないこと言っていたら。いやいやいや、でもいや、そのね、YouTube 難しいじゃないですか、こうして。まあ、僕もちょっとやってるんですけれども、それでこう、もちろん太田君、こう、知ってました、スノーボード界として。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、知ってました。でもこの YouTube をこう見て、やっぱりその中でこうフィードに上がってきて、うん、ね、でそれを見てて、やっぱその取り組みとか、やっぱそれ、はい、自分もちょっとやってもすっごい難しかったし、ですよね。それをね、うん、こうなんか波に乗ってコロナも含めて、うん、あ、すげえなと思って、そういう意味でも、なんかコンテンツももちろんですけど。はい、その取り組みみたいな、今回のライブ配信もそうですし、すごいそういうところで勉強させてもらってます。いや、ありがとうございます。いやいや、はい、嬉しいですね。はい。うん、すごい。じゃあ、小西君、ちょっと、はい、じゃあ、今日は僕ら勉強させてもらいましょう。そうですね。はい、めっちゃ楽しみだから。小西君、何聞きたい？何聞きたい？もうコメントとか言うけど、僕らが。いや、どうしよっかな。僕、原点の一人目っていうの、はい。話がいいな。ああ、そうですね。どのボリュームでっていうので、またあれですけれども。うん、話したらすごく長そうだけど。じゃあ、軽くにしようかな。うん、まあ、原点スティックは、一番最初の年に、一本のボードのリバイバルから始まったんですね。うん、それっていうのは、まあ、今も、なんだろう。まあ、社長っていうと語弊があるのかな、まあ、あの原点スティックのシンボルであり、まあ、アイコンの、まあ、シェーパーである玉井太郎さんっていうのが、原点スティック以前に90年代の頭かな、80年代の後半から90年代の頭にかけて、モススノボード、うん、パイオニアモスですね、うん、から、玉井太郎モデルっていうのは出してたんですよ、すで、はい、に。でそれが3種類ありまして、それをもう90年代の初頭、まあ、そのあたりからですね、やっぱりまあ、ニセコの中でそれを好きで乗ってる、人たち、本当の一部ですよ、そういう人たちがいました。でも時代はやっぱり白馬っていうか、日本でのオリンピックが決まった時代で、90年代に向けて の、 まあ、フリースタイルブーム、いわゆるスノーボードの一大ブームがこう始まったような時だったんで、もうスノーボードは確かに名前は上がりましたけど、みんなイコールフリースタイルというか、うん、まあ、ハーフパイプとかその競技に向けてっていうような、まあ、時代だった中で、うん、まあ、昔のその、まあ、当然そのモススノーボードも、玉井太郎モデルは出したけれども、うん、まあ、その時代には当然まだ、時代が追いついてないっていうとあれですけれども、うん、まあ、時代に受けないというか、それで結果、まあ、
あの、まあ、なくなるというか、で、玉井さんも、うん、まあ、モスから離れて、うんうんうん、あの、他のボードに乗って、いろいろ旅をしていくっていうような、あの、フェーズなんですけれども、その中でそもそも始まる前にその板をずっと乗ってるっていうカルチャーがちょっとあったんです。で、私もその前は、あの、まあ、バートンとかそういう、まあ、フリーライド、フリースタイル、ボードも乗ってたんですけれども、その原点が始まる3年ぐらい前かな。だから、90年代、95、6年とかですかね、ぐらいから、うん、そのボードに乗ってたんですよ、すごく。で、その中で、その TT モデルっていうんですけれども、そのボードをとにかくリバイバルさせようと。もう、ものがないわけだし、まあ、現代のというか、まあ、その90年代当時の、まあ、スノーボードの技術、2000年ちょっと前ですよね。っていうので、作ろうって言ったのが、まあ、最初の始まりで、その時僕一番その TT を乗って、まあ、まあ、頑張ってたような時期だったんで、そのままその TT 乗りとして、まあ、原点に入っていったっていうのが始まりでした。じゃあ、モスで出てた、はい。モデル名が TT だったんですか？そうです。玉井太郎モデル。ちょうどね、今ね、この天井に吊るしてあったファーストモデルがちょっとカクンってやるね。これですね。へー。モスだ。へえ。形はほぼ一緒ですね。これも150、165じゃないかな。あ、今はきついんですけれども。うん。はい。これは89年か90年かなぐらいじゃなかったかなと思いますね。89年、90年。はい。っていう、まあ、のまあ、リバイバルの最初の一本が原点で、うん、で皆さんがまあ、ショップに並んだような時代は、それにさらに2本、155センチと162センチの、いわゆるちょっとノーズとテールが丸まったような、うん、まあ、いわゆるフリーライドボードみたいな、はい、あのボードですね。その2本をつけて3本でラインナップしたのが限定スティックの始まりなんです。いや、もう本当フリースタイルがすごかった時代ですもんね。そうですね。だから、その時、だから僕、こう雑誌見てて、太田くんのこう、あの、ジャンプのやつとか、大会のそのレポとか、そういうのを見てて、すごい雑誌の中がみんなそうだったじゃないですか。いや、もう本当そうですよね。はい。で、白黒ページになんかこう、ニセコに行きましたとか、はい。まあ、あのところ白黒ページにあるとか、いう時代だったんで、ああ、いいなと思って、自分もやっぱ憧れましたし、そのハーフパイプとか、あの、フリースタイルを。だけど、まあ、土壌が全く持ってなかったし、かといってそこをやりにそう行くよかは、目の前に何か分かんないけど、怒ってるパウダーのシーンって、なんかあるかもな、こんだけなんかこう、なんだろうな、古い板持ち出してイエイっていうぐらい楽しいわけですよ。全然フューチャーされてないし、あの、まあ世の中では語られてないようなジャンルだったわけですけれども、でも目の前で起こってることがなんかもうすごかったんで、うん、あのなんかあるかなっていう中で、なんか爆、なんか模索してたんですかね。高橋さんがそのニセコに行ったきっかけって、はい、初めはニセコじゃないですよね、はいはい、生まれ育ちは。そうですね。生まれはあの神奈川県なんですね。うん、神奈川県 の藤沢っていうところで生まれて、うん。まあまあ、スケートボードをやったりだとか、うん、サーフィンちょっと触れたりとかで、そういうあの文化は好きだったんですけれども、うんまあ、そのまんまそこで、もちろんプロになるとかではなく、ただ特にスケートボードに中学、スケートボードを中学校の頃、大ハマりして、あのフリースタイルスケートボードっていうのが入ってきた。時にハマったんで、あの空気感をスノーボードを初めて見た時に、うん、なんかこう感じたんですよ、うん、それでしかもスキー旅行で僕の時代はなんか家族でスキーに行ったり友達のところが行ったりとかで、うん、なんかこう旅行としての、ね、さっきの歌じゃないですけれども、うん、あったんでそういうので、うん、この旅として雪山に行くってすげえなってやっぱ関東に住んでたんでね、雪のあんなにあって山にリフトで登っちゃって自分でこう山降りてきちゃってとか、うん、っていうのがなんかスキーの印象ですけど、うん、それもすごいなと思ってて、うん、だからそこが掛け合わさっちゃったらもう今はまあね、スノーサーフィンとかあのサーフィンっぽくっていうような動きになってますけど、うん、あの当時なんか感覚としてはお山でスケートボードやれちゃうのみたいな、うん、雪山行っちゃってあんな自由にやっちゃっても最高じゃないかっていうのが最初のスノーボードの印象で、でそこからまあいろいろまあ、あの国内も回りましたし、ちょっと縁があってカナダも滑らせてもらったりだとか、そういうことがあって、
で、少々大会とかも出たら、少しだけこう成績が出たりとかもあったんですけども、で、そういう中で少しこう、なんかサポートしてくれるような会社とかも出たりする中で、で、自分の中でやっぱり北海道ってこう、もっとすげえなって、北だからね、はい、もっとすげえなと思って、来たのが、まあ、先輩の仲間のなんか誘いで、来たんですけれども、でも、まあ、来たら、まあ、なんて言うんでしょうね、当時、こういう、まあ、ニセコは、なんて言うんだろうな、今とは真逆で、もうそのスキーブームが終わっちゃった後のニセコだったんで、人がもう全然いないんですよね。そういう中で当然ハーフパイプとかそういうのは雑誌とか、まあ、一部のスキー場では盛んにこうやってる時期でしたけれども、そういったあの文化がこうないわけじゃないんだけれども、当然スキー場がパイプ作るとか、そういうのも当然ないし、で、まあ、まだ二十歳そこそこで若いし、車もまあ、ないような、あるような、みたいな話ですし、やれないですよね。パイプがないかったし、ジャンプ台もないから。だからまあ、上の、はい。そうでしたね。すげえなぁ。面白いですね。当時大会に行かないとなんかパイプがないとか、なんかそういうのもありましたよね。いや、あったっすね。ありました、ありました。なかなか練習できるパイプってね、はい、そんなに身近には、まあ僕はたまたまそのこもったところで自分たちでパイプを整備してた、はい、あったんですけど、そうなんだけど、僕らの地域、この飛騨高山でもまあそこしかなかったし、はい、どこですか？須郷高原スキー場っていうね、もう今ないんですけど、はい、はい。へー、で自分らでやらせてくれてたんですね。そうです、そうです、土は掘ってやって、わーっと、はい、で昔はそこにコンパネドーンってやってこう雪入れて叩いてみたいな、そういうパイプを作ってましたね。そっか、そうなんですよ。でも逆に、はい、そういうパウダーっていうのがあまりあったんですけど、はい、なんか広いそういう斜面とか、うん、そういうのが身近になかったんですよね、僕。ああ、はい、うん。なので、フリースタイルに、うん、まあ僕もスケボーやってたんで、うん、はい。なので、フリースタイルに行ったんですよね。うん。うん。まあ、パウダーがあったらそっち行っちゃってたんだろうな。うん。だってそれ、もう30年ぐらい前のお話ですもんね。そうですね。でも90年代頭の方から半ばにかけてとかの話ですよね。すごい、それこそもうスキーヤーに雪が出られたり、はい、座ってんじゃねえよなんつってね、つぼ足で歩くなとか言われちゃってね、こんなとこジャンプで作んなとか、もうほんとそんな時代だったですもんね。はいはい。でも今とは考えられないぐらい、そのニセコに人がいなかったっていう。なかったんですよ。だからたくさんこう、なんていうんですか、ジャンプ台はないんですけど、あの、はい、まあ、あのキッカーがないダウナーのジャンプがたくさんあったので、そういうのでとにかくたくさん飛ぶっていう、たくさん距離飛ぶとか、スピードで飛んでみたいな。はい、ちょっと若い自分はそれをやりました。やばいな、それは強くなるな。か、それであの滑りなんですね。欲しかったですよ、当時はジャンプ台が。まあ埋まっちゃうからね、大変ですよね。雪が多く、ね、少ないのも大変だけどさ、うん、やっぱ多すぎるとせっかくなんの R 決めてんのにもう埋まっちゃったらね。なんか本当、北海道行ったら毎日パウダーみたいなイメージあったっすね、ニセコなんか。はい。なんか、うん、もう22、3ぐらいの時初めて、ショップのツアーで行って、はい、20、もうちょい若かったかもしれないけど、なんかもう、パウダー当たり前みたいな感じでしたね。はい、そうですよね。はい、ニセコ。はい、うん、今でもね、もちろん天気は温暖化の影響もないわけではないとは思うんですけど、うん、まあ、ラッキーなことに、こう、まあ、非常にこう低い標高でも、降雪、積雪するような地理的要件があるもんで、うんうん、まあ、
降るんですよね、うん、で、まあ、逆に言えば天気が悪い日が多いというか、うん、だけれども、まあ、人がやっぱ急増しちゃった部分もあるんで、うん、その昔だったらまあ朝から夕方までじゃないけれども、うん、まあ、ナイターも含めて、うん、まあ、すぐそこでやれてたみたいなところが、うん、やっぱり少し足を伸ばさないと、うん、あの難しくなったり、うん、まあね、午後でもいいやと思ってたところはもうまあ当然だよねっていうトラックダウンとしちゃうっていう状況は、まあね、このコロナ前までは見て取れますけどね、うんうん、そうか、でもしょうがないね、これは。これは来るだけいいし、地形があるからリフトもかかってるから、うん、まあ、それでまあ、まあ、あの嬉しいなと思いますよ。うん、いやもう先シーズン4日間行って、はい、君、はい、僕4日間最高だったよ。いや、いいな。雪めっちゃずっと、あ、でも最後の方そんなに良くなかったかな、うん、いやでもね、パウダーだったね、うん、で高田さんに楽しいとこ連れてっていただいて、うんうん、はい、あ、面白かったですね、あの日ね。いや面白かったですね。いい日でしたよね。はい、なんかファーッとこう日が出たり、またこうファーッと曇ったり、はい、なんかね、すごい良かった。ね、で僕あのなんだろう、シャドウのないああいうツリーのこう、はい、ずーっとこう行くじゃないですか。はいはい。あのみんなつる、うん、つらなってね、つらなってね、はい、帰る。僕ああいうの大好きなんですよ。すげえだ、まくられたじゃないですか。これそれ。ああいうの大好きね。そ、なんかの回でもやってましたよね。やってました、やってました。ラマ君か。ラマさんとか、ほか、イグちゃんとか、中島君とか、こう結構、あおりキャラみたいな。あおるやつ。あぶねあぶねっつって。そう。あれね、あれね、ああいう、なんか気持ちいいツリーラン好きなんですよね。うん。何も考えないでよくて。はい。ニセコは山麓までね、あの、本当雪に覆われてるんで、はい、気温なんか、まあ、スキー場、違うスキー場や裏側滑ってもこう、トラバースでというか、ボトムをこう、うん、ああいうふうに帰ってこれる場所も多くて、うん、まあ、なるべくね、車はこっち止めといて、こう行って、そっちに降り切っちゃって、またこう帰ってくるみたいなことやりますね。いやー、ちょっとまた行きたいな。大きい斜面、なんかわーっと滑りたいっていうのもあるけど、あの子、この、あの、この、こういうのしたいなって思うな。人もいなかったし。ああ、全然いなかった。最後の一本まで結構ノートラックに近いようなの滑りましたよね。いや、ほんとそうですね。確かにね。はい。ずーっとパウダーさん。ついて、ナイター滑ってパウダーで。そっから毎日滑ってずっとパウダー。そうだね。でもそういうイメージだな、ニセコは。うん。ほんと。あと、僕はすごい久しぶりに行ったんで、20年ぶりぐらいに行ったんで、はい、めっちゃおしゃれになってました。そう。あんまじゃないでしょ。はい、びっくりしましたね。特にヒラフのあの感じはすごいですよね。やばい、はい、まあ、若干コロナで残念だなと思いますけれども、まあ、ああいうの好きな、うん、スキー旅行だから、ああいう形好きな人もいるじゃないですか。うん、スキーももちろんスノーボードもするけれども、うん、やっぱり旅だから、大切な友達と来て、まあ、泊まって、まあ、ご飯食べてって絶対するわけで、うん、その時にチョイスがすごく増えましたよね。うんうん、まあ、僕全然行かないんだけど。地元の人はね。そう。でもそれがあるということは、やっぱり地元に来ていただく人のチョイスが増えるわけで、うん、それってやっぱすごいいいことだなとも思うし、はい、あの、まあ、なんだろうな、あの、東京とか六本木のそのきらびやかな部分の、やっぱそういうようなノリのいいやつもやっぱありますしね。だから、なんか、まあ、あのリゾート感いいですよね。はいはい、うん。旅って感じがする。そう。日本語が通じない店が結構ありますね。いや、すごいですよね。はい、うん。英語のメニューでもう日本語話せるスタッフがいないとか。へえ。だ、それが、まあ、それも外国気分で面白いっちゃ面白いんだけど、でも日本の、まあ、ニセコの、日本の一等地っていうか、いい場所なわけじゃないですか。うん、そこでちょっと日本語話せないっていうのは、なんか寂しい気がするんですけどね。そう。いや、それくらい楽しいとこなんですよね。もう外人さんがもうここにいようって思うぐらい。そうですね。はい。ね、
本当に日本、ニセコもそうですけど、日本全体だと思いますよ。妙高もそうだし、うん、日本全体がやっぱりこんなに低い標高で、町場から近くて、スキー滑れるっていう環境が、うん、を持ってる国ってすっごい少ないと思うんですよ。いや、そうですよ。うん、だから今あるあの、まあ、特に戦後作った国策みたいな感じでスキー場作ったじゃないですか、うんうんうん、町にこうね町営じゃないんだけど、はいはいはい、そういうのたくさん作ってでみんなのみんなスキーねしたらこう健康になるしいいじゃないかじゃないけど、うん、あのそういうような視点であるこんなのもなんかないですからね他の国で、うん、雪自体がもう、ね、そこに行くための道をぐわっていくとかすっごいやっぱ3000メートルぐらいのところスキー場するね。そうそう、みんな高いじゃないですか。うん、そこまでぐわーいって、あの、ニュージーだって。いや、ニュージーはひどいっすよね。ひどいっすよね。スキー場する瞬間まで雪ないし、そこまでどんだけこの労力であの道作ってんのみたいな。うん。アメリカもそういうの印象なんですけどね。だからなんかこう、うん、はい。そうだよな、うん、いいことです。いいことですよね、はい、うん、リゾートか、うん、リゾートリゾート、うん、だってああいうリゾート少ないもんね日本はね、うん、そうっすよね。まあ海外ね行きゃ本当、まあ、ウィスラーとかめちゃくちゃ絵に描いたようなスノーリゾートですけど、うんうん、そうですね、ああいう感じになっていくんですかね。キラフのあのメインな道と横にある道、うん、そしてそこまでこう歩いていける、うん、いわゆるリフトまで歩いていける場所っていうのはいくつかのそういう、うん、ウィズラーでもなんかあのビレッジがこうなんか名前ついてこうパートに分かれてるじゃないですか、うん、ああいう形にやっぱりリフトまで歩いていける場所っていうのは一部なってくるんじゃないかな、ね、うん、そうっすよね、はい、いややっぱ歩いてリフトまで行けるって特別じゃないですか。そうですよね。ホテルから歩いてリフトに、はい、滑って帰ってこれるって。いや本当に本当に本当に。そのあたりにはもうちょっとなっていくか、まあもしくはなんか、うん、例えばまあいくつかのこの間八海山酒造とかちょっと関係ずれますけど、うんうん、ウイスキーのあの蒸留所を作ったんですよね、ニセコに。へえ、八海山酒造か。八海山酒造。あの、新潟のですか？新潟のです。へえ。作って、ウイスキーの蒸留を始めたんですよ。へえ。2年ぐらいかけて、あの、このもう近くなんですか、アンヌプリと僕住んでる藻岩っていうところの間のちょっと山の、うん、もう、パドカマですぐ近くなんだけど、そこに作って、つい最近オープンして、かなり、なんだ、力入れてやるんですね。っていうような、なんか、そういうのもあるとね、まあ嬉しいなと思うんですね。それ、あれじゃない、ウイスキー好きの小西君と来たら、もうやっぱ行かない、うん、だともう行かないとダメですよね。行きたい、行きたい。いやー、そうなんですよ。この間、行ったんですけどね、アンヌプリ。うん、雪のないアンヌプリ。なかった時だってね。オープンしてすぐだったってことですよね。すぐですかね。一応、下までは滑れたんですけど。はい、あ確かチェックインとかじゃないですか、うん、あれ。ああ、そうだったんかな、うん。あんま調べずに行ったんですけど、はい、うん、とりあえずやってるわって思って。滑ろう。あの急斜面とか最後降りてくるあの急斜面みたいなところも滑れました？最後降りてくる急斜面。いや、急斜面なんかあったっけ？あ、じゃあ閉じてたんですね。あ、そうですね。なんかちょっと多分ちょっと回って、で、うん、はいはい、なんか、そうですね、下まで降りた気がします。はいはい、ちょっと廊下、狭いとこ滑って。はい、うん。なんか一部その後も、ついこの間まで、うん、1週間ぐらい前まで、やっぱりどん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 沈降してきちゃって、うん、それでやっぱりあのオープンしてたところがちょっとクローズしたりとか、そういうのもありましたね。うん、まあ、ちょうど僕はあの神奈川、あ、関東行ってて、ニセコにいなかったんですけど、ね、はい。今もあれですか？降ってるんですか？はい、今降ってますね。ちょっと見せましょうかね。見せてください。見たい。あの、パウダーカンパニーから時間も忙しかったのもあって。これね、ありがとうございます。ってますお、ね、パウダーカンパニー。ちょっとデモセンターも今やってまして。限定ステッキのデモも。これ全部ニューモデルですか？そうですね。今、現行発売のモデル。30本ぐらいかな。あの、あって。すげえ。あのお貸ししてるって、まあ今一生懸命ワックスかけたり、
やってるとこです。今ね、こうやってスタッフも書いてるけど、みんな仲間の下ですね。まあ、休憩できるような場所と、ちょっとだけ道具も売ってます。あ、これちょっと画面大きくした方がいいんじゃないですか。高久さんの画面を大きくします。あ、そうだね。どうするんですか、これ。ここでビール飲んだな。はい。急にね、来た時なんか足りないよって言ったら、ちょっと。あ、ショップもあるんだ。はい。軽くあって。あとちょっとね、ビール、缶ジュースとかですけれどもね、はい、たりとか、スナックですけど、食べなんせめちゃくちゃ品揃えがいい。あ、そうですか、ここね、スキー場ですけど、もうちょっとナイターが終わっちゃってるんで、まあ、ちょっとゲレンデ見えないけど、まあ、こう、まあ、すぐね、アンドプリの一番下のゲレンデで、うん、まあ、ゴンドラとクワッドと、ね、はい、斜面と。あ、でも降ってますね。降ってますかね。ここちょっと明るいところなら見えるかな。降ってる。ああ、降ってますね。降ってるよね。ね。うわ。これね、ちょうどこっちの角度、いい、明日また見てね、今日 YouTube ですから、ぜひね、太田くんも小西くんも見ていただけたらと思うんですけど、こっちの角度とね、はい、こっちの角度と、ライブカメラを、YouTube で出してますんで、ぜひね、パウダーカンパニーチャンネル。え、それは常に見えるの？常に見れます。今の時間も見れます。マジっすか？すげえ。24時間ライブ配信。ああ、そんなことできるんだ。すげえ。2個とも2個ライブ配信を出してます。この動画の、このライブの概要欄に、はい、パウダーカンパニーさんの YouTube のチャンネル、貼ってありますんで、はい、ぜひ皆さん、よろしくお願いします。すげえ。ライブカメラいいですね。はい、ライブカメラちょっとね、昔からね、実はやってるんですよ。だけど、私はカメラはなんだろう、なんかすごいペットを見守るみたいな、しょぼいやつでやってたんですけど、まあ、ここで今入れ替えたんで、はい、割といい画像で、今ちょっと夜だからね、ちょっと残念ながらあんまり見えないかもだけど、昼間になったら、下側のやつはもうね、ゴンドラとクワッドと、まあ目の前のリフトと3本の運行状況も一応、目視で確認できる。その行列してるかみたいなのも。はい、と、あと、半旗が動いてるかとか。はい、ああ、そっかそっか。風で止まってるとかあるじゃないですか。ああ、動き出してるみたいなのも見れますし、でも、山側のやつは一応山頂もちらっと見えるんで、山頂が出てるかどうか。ああ、なるほど。あと、昨日のね、太田くん出してくれた、動画で滑ってるような、はい、モイワの、バックカントリーの斜面もちらっと見えるんですよ。はい、あ、そうなんですね。はい。なんで、そういうのも確認できますから、山頂の有無と、やっぱゴンドラの運行の有無が確認できると、ある程度コンディションもね、察することができるんじゃないかなと思って、2台設置しています。すげえ。いいなぁ、はい。いや、ほんと好きな人は、そのライブカメラ見ながら酒飲めますよ。確かに。ね、滑り池で、こう、ちょっと、これ見ながらみたいなね。はい。ね、ほら、こういう、こういう人が、ああ、またニセコ行きたいなって、こういう人が見るんですよ、多分。ぜひね、ライブカメラ見てみてください。そして、ね、今年本当に、まあ、あんまりこれさ、言うと、あれなんですけど、外国人あんま見てないと思うし、うん、去年とやっぱ今年っていうのは、やっぱ特別な年なっています、はい。特にニセコ。うん、やっぱり ね、先ほどのコンドミニアムとか、まあそういう、有料なサービスができるって本当嬉しいんですけれども、うん、やっぱり、なんて言うんでしょうね。雪山は、こう自然の中で、自然あってのものですから、はい、そういう中でやっぱ多くの人にこう楽しんでいただくと逆にやっぱりコンディションが荒れてしまうっていうこともあるじゃないですか。うん、っていうのをもう受け入れてはいたんですけれども、ずっと。うん、去年やっぱり久しぶりにこう人が圧倒的に少ないシーズンを経験しまして、うん、まさに太田君と作ってくれたビデオ、はい、あれコラボでね、はい、やらせていただいて、はい、僕も来週かな編集して出したいなと思ってます。ありがとうございます、はい、ああいうような時代のやつあの時の見えた感じってつい 2,3 年前はもうやっぱなくて、うん、雰囲気とかバイブスみたいなのもなんか違っちゃってるとは言わないんだけど、やっぱまあ、目に見える情報が多すぎちゃって、で去年の見えた感じって映像から伝わる感じはやっぱ20年前のそれじゃないですけれども、うん、タイムマシン乗ったような気分だったんですよ。で今年も、まあ、まだ残念ながらというか、まあいいというか、はい、コロナも続いちゃってるんで、うん、そういう意味で見るとやっぱり海外の方が残念ながらいらしてもらえないんで、うん、っていうことは、まあ、同じように、まあ、いいコンディション約束されてるところもあるのかなと
これはもうしょうがないんで、やるしかないんですよ。頑張っていかなきゃかもな、はい、今年もちょっともう一回。だから、ね、僕も詳しくわかんないですけど、うん、まあ、ニセコもそうですし、名前をこう、うん、外国人つって聞く、まあ、例えば白馬だとか、うん、野沢とか、うん、そういうようなところは、特にあの、差が激しくなる、ない、うん、そうですね、いい意味で差が激しいんじゃないでしょうね。うんうん、いや、もう本当滑りに行くなら、ね、うん、今シーズンですよね。はい。うん、頑張って行っといた方がいい気がする。いいと思うな。もうな、僕だって先シーズン行って行ってよかったって思ったから。うんうんうん。うん、いや、それはもう現地の方はね、大変だと思うけど、そうね、商売してるからね。うん、一滑り手として行った場合には、うん、もう本当にって思ったよ。ねえ。楽しかったですよね。ふみおくんもね、いい感じでね。そう、ふみおも。ふみおは一日だけの予定だったんだけど、うん、あの、泊まってっていいですか結局、最後までいてくれて、めっちゃ楽しかったの。もう最高に楽しかったんだよな。ねえ。あと、はい、あ、ごめんなさい、ドドドドって言った。まあ、僕と小西って、レッスンをやってるんですけど、うん、はい、はい。よく、やっぱ経験しないとうまくならないよって言ったりするんですよ。うん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 、なんかもう、なんだろうな。うん、結構このライブ見ていただいてる方って、いろんな方がいて、はい。はい、なんて言ったら適した言い方がちょっと思い当たらないんで、ざくっと言うと、こう、技術が好きみたいな。ほう、はい。そういう方もおられるんですよ。うん、はい。で、実際、うちのレッスンに来るお客様も、うんうん、そういう方がいたり。はい、うん。もちろん技術大切なんだけど、でも、その技術をどうやってこう、得ていくかっていう、うんのを結構僕と小西とかで話したりもするし、お客さんになるべくこう伝えようとはするんですけども、はい、なんかね、そういうことをやっぱ大先輩の僕たちより長く滑って、はい、それこそもうミスタースティープですから、はい、もういろんなとこ滑ってるこう高くさんに、うん、なんかこう今見ていただいてる、はい、上手になりたいとかね、うんうんうん、もっとあんなとこ滑りたい、こんなとこ滑りたいとか、うんうん、なんかそういう方へのアドバイスというか、まあ簡単なことじゃないですよ。はい、一言で済むことじゃないんですけど、はい。はい。なんかちょっと全然こう話外れちゃいますけど、はい。なんか、ね、一言いただけたら嬉しいなって思ったんです。そうですね。まあ、もう見ていただいてる、こうね、たくさんこうコメントいただいて、はい。見ていただいてる人もみんなスノーボード好きだったり、滑る機会が少なかったりするけど、まあ知ってる方たちですよね。きっとね。はい。ね、でそうなると、こう、レベル差もあるけど、やっぱりさっき言ったように、やっぱ雪があって、そこを受け入れた上での何やりたいとか、前よりもこうだったっていうような、なんか次にまた行きたいなって思う、自分たちのモチベーションにつながるような、動きというかアクションってあるじゃないですか。でそれがすごく成功しちゃう時もあるし、失敗しちゃう時もあるしっていうようなこと。で、やっぱこれって、僕はその技術の話なんですけれども、やっぱ大切だなってやっぱ思うんです。で、友達とかで行くと何やったってそれだけわーっていいんだけど、僕やっぱりバックカントリーをやっぱちょっと軸にというか、やっぱこう何回もこう、もちろんこう何回もやれなくはないけれども、やっぱり2回目同じラインで行くとやっぱ状況は違うし、ましてやその2回目行きやすいようないわゆるスキー場でやると条件は大きく変わっちゃうじゃないですか、うんうんうん、そうした時にやっぱりただ行ったってことも大事なんですけれども、例えばコンディションを予見して前回行ったっていう経験ももちろんね記憶に残ってる経験であそこがいいんじゃないかっつってそれ以上もう前よりもコンディションが良かったところをそこに場に入れること、これってまず始まりだし大事なことだと思うんですけど、じゃあ行って降りたらそれで OK かっていうと、やっぱりそれは、本人の中では多分違うんじゃないかなって僕は思っていて、やっぱ失敗した時もあるし、うん、すごい成功した時はすごい喜びがあるし、うん、その、一発っきりの中でこう失敗しちゃうとやっぱそれなりに凹むんですよね。
うん、やっぱ今自分はだからやっぱそのへこまないためにはせっかくあそこの場にいいところにいいメンツでいたんだから自分のそのまあスノーボードをその扱う技術ももちろんですしやっぱその斜面を見立てたりだとかなんて言うんでしょうね、うん、あそこはこうだって予見していくようなこともその一つであるだろうしまあ道具の整備とかもそういうふうになるのかな。まあそういうような、とにかくあの蓄積して、その一本の一瞬の滑りのために、前回のものをこう、なんだろう、客観的に自分が見て、いや、ここ高めようっつってゲレンデで練習するとか、結構好きなんですよ。っていう意味では僕は技術は、やっぱり、どこどこ行ったよ、よかったよね、とか言って、いうの大事ですよ。でも本当に自分の中でよかったのかって、やっぱり自分に、まあ、問いたいし、うん、そこをもうちょっと次に行った時にあれやりたいなってやっぱこう感じることもあるん で、うん、でそこをやるためにはなんかただこう硬いバーンとかゲレンデでも、まあ、こう滑ってこう入ってこうとかってそのムーブを動きをこうなんかああっていうのはあのそんな長い時間やんないんですけど自分は、うん、でも考えたりでその練習するみたいな意識っていうのは大事じゃないかなっていうふうに今も考えてます。ああ聞いたみんな。響きますね。響きますよ。響きますね。ねえ。いやいや。本当そう。そんなね、もう体動きが悪くなってるんだけど。でもまあだからこそやっぱちょっとでも続けたいんで。うんやっぱライフワークとしてスノーボードに向き合っていくというか、うんまあ、時に嫌でも時に何だろうな何かあったとしてもやっぱ行くべきっていうポジションを自分で持って、うん、行くと絶対楽しいんですよ、うん、今のとこ十中八九いろいろあって面倒くせえなってやっぱそれはあるんですけど、うん、ある時もあるんですけれども、うん、でもまあ滑るとね、まあさっき見せたようにゲレンデにいるんで滑ろうと思えばいつでも滑れる。うん、でもまあね滑らない日も、まあ、あるっちゃあるし、うん。ってなった時にやっぱりいざそのブーツ履いてこう行くとやっぱりいいんで、うんうん、そういうのはやっぱりできる限り続けたいと思うんで。うんうん、いやーかっこいいな。いやいやいや。劣ってきてます。劣って。もう錆びついてきちゃってるから。いや、でも、何歳ぐらいからとか聞きたい。何歳ぐらいまでは、でもね、伸びてるな、まあ、みたいな。今ちょっと錆びついてるなって言ったけど、でもまだまだ頑張るよって感じ、うん、気持ちと。そうですよね。そういう、こういう思うときあるんかなって思う、うん。でもね、周りから結構同級生とか、うん、と飲んだりすると、うん、周りから言われる。ああそうもうちょっともうね俺たちもいい年だからっまあまあまあって言われるまあ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 って言われるけど雪の上に立って山に登っちゃったらやっぱ降りるしかないしそうなるとやっぱりね気持ちよくできれば自分らしい滑りってやっぱしたいよねみたいないやそうっすよねね、もうアラスカはいいんじゃねえかとか言って同級生から言われたりしました。次行ったら死ぬぞっつって、ね、でもその LINE のチョイスとかでね楽しみ方は全然いくらでもできる感じですよね、はい、絶対もう、はい、そうですねできるからねはいできますけど ね。でもアラスカのやっぱり LINE のやっぱりその上限を引き上げるみたいなのはすごくすごいじゃないですか、うん、ヘリがあるし、うん、ってなると歩いては無理だけど滑れるんだったら下ろすぜみたいな、うんまあね、それは一般のそのヘリガイディングとかないにしてもやっぱりコンディションやってるやつだとか、うん、その行き場だったところでやるやつはそういうことも、ね、可能性があるからそうですね、うん、でも行ったらね昔のようには行かないっていう時代もいやいやないですよね、まあ、ありますよね不安ですよやっぱ1年カナダ行かなかったから確かに、また同じような斜面にこれチャージできるんかなみたいなちょっと思いますよ、ね、確かに、本当ですよねアイダクト、うん、はい僕2019年コロナ前ですけれども10年ぶりにそのアラスカに
そのバルディーズにあのビアジマシーンっていうのに連れてってもらって、でそれ行ったんだけど、やっぱりそういう感覚、やっぱり近かった場所だけれども、やっぱそのブランク感とそういうところはありましたね。いや、そっか、僕は一回も行ったことないんです、アラスカ。はい、はい、なので死ぬまでに行きたいんです。ぜひ行きましょう。行きましょう。はい、いやいや、でも、あの、この2人に連れてってもらったら俺死んでしまうかも。いけるでしょう。はい、大丈夫です。高津さんのあの、もいわで話してたみたいな感じで。え、ここ、こいて、こいてる、こうだからって、ちゃっ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 て言いそうだもん。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。でもね、本当、行って滑ってみたいんですよね。はい。憧れ。小西くん言ってたアラスカはどこが多かったんですか？ヘインズが一番なんか、長くいて、はい、モービル使ってやってた感じですね。ヘインズ、そうですね、バルディーズも行きましたけど。はい。ね、ヘインズは、そのヘリも行ったんですか？ヘイン、どこだっけな、ヘリ乗ったの。あれヘインズかな、ヘインズっすね。あ、違う、ホワイトパス。ホワイトホース。ホワイトホースの下のホワイトパスかな。あ、とか。うん、ユーコンテリー。ユーコンヘリって、はい、とこでやったんですよね。はい、だから結構境目のとこ。ホワイトホースの下あたりですね。はい、下あたり。下あたりの人がでもあれか、ヘインズ来てたんだっけ、すみません、僕も、ね、記憶が曖昧だな。はい、ですよね。はい、まあ、あのカナダがだいぶあのアラスカの方にこうぐーっと伸びてますからね。そうなんですよ。あの辺曖昧になりますよね。僕もあのヘインズ、カナダからあのホワイトホースからアラスカに入ったことがありますね。ヘインズ、そういうふうに入りましたね。そういうこと。そうなんですよ。ミクロがつながってないんですよね、あんまりね。あ、そう、なんかヘリ乗るとこもあったな。はい、うん、めっちゃ、まあ、ウィスラーからあのバルディーズまで何回か往復してるんで。うわお。3500キロとかするんで。はい。うん、あの途中に、あの、その、うちに子供がいまして住んでました。あの、あ、どこ行ったんですか？スミザーズっていう町。あ、スミザーズ通った、通った。はい、あそこに学校行ってて。マニアックですか、なんかマニアックでしょ、あそこに。いやいや、あそこにね、実はね、3年世代ぐらいで自分、まあこれはなさないんだけど、僕の、もうカナダに行った時にお世話になった家の娘が、はい、あの、ニセコでも僕はあの、うちで働いてくれたりっていうのはもう20年ぐらい前にあって、で、その娘が将来結婚して住んだ場所がスミザーズで、そこの家にうちの娘が行ったみたいな、お3世代のお付き合いみたいな感じで。おー、すごい。そこに行ったんですね。僕も行きましたけど、すごいね、うん、川と、まあ、ちょっと北海道みたいな感じもあったけど、自然あふれるカナダ。そうですよね。カナダ、ザ・カナダみたいな。街全部同じ、ま、ような感じだから、あの、上の方行くとね、街。はいはいはい。ですよね。名前は違うけど、そんな変わんないみたいな。ブリティッシュコロンビアなんだけど、バンクーバーから16時間ぐらいところ。いや、そうですね。わかりましたよね。広すぎる。めっちゃ広いんですよ。BC 州、ね、広すぎる。いいなぁ、僕もアラスカの話したいなぁ。ぜひ行きましょうね。バルディーズ。いや、ほんと行きたいです。ね、いや、素晴らしいな。ちょっとだけコメントいいですか？はい、はい、はい、いいです。はい。ちょっとね、どこからか分かんなかったので、ごめんなさい。スーパーチャーも今もらってましたよね。あ、本当に？ 10 年ほど限定スティックに乗らせていただいております。いつかパウダーカンパニーさんにガイドしていただいて、ニセコの山を滑ってみたい。ぜひお待ちしてます。ね、バックカントリーだけじゃなくて、何でもできますから。はい。あの、僕も、ゲレンデツアー、あれ、リゾートツアーっていうんですかね。一応ね、あれ、バックカントリーのリフトアクセスっていうツアーになります。ああ、なるほど、なるほど。はい。あの、リゾートの、あのシステムというか、ゲレンデも滑るし、はい、リフトも、失礼、リフトも使うんだけれども、うん、あの、一応ゲートというか、バックカントリー、あの、スキー場の管理区域外に出るというツアーなんで、あ、そうですね。あの、リフトを利用したバックカントリーです。なるほど。はい。めっちゃ面白かったです。いやー、あの日がね、超良かったからな。はい、本当に。
はい、たまらんな、うん、以前パウカン行かせていただいた時には、うん、メインが岸さん、テールが和田直也さん、はいはい、ありがとうございます。もう岸も今頑張ってますよ、はい、直也って、和田直也はね、今ダウンチルっていうあのビデオ出てるんだけど、あの彼は今札幌、ね、はい、の方でね、あの塾で頑張ってますんで、またぜひね、見てくださいね。 AK さん、 AK アラスカですね。 AK、 AK テンさんありがとうございます。いつもあのこのライブ見に来ていただいてるんです。へえ、はい、ね、じゃあイニシャルですかね、 AK は。アラスカじゃないですね、ね、アラスカ10回行ってるってことかな。やばいやばい、ね。モンちゃんとこ行き出して原点ハマって、ほう1年目でフライフィスク。これ板の名前ですね。ははは、中古 XY も。上階でスプーンフィッシュ。はい。スク外。はい。なんだ。ああ。これじゃ、モンちゃんってこれ、ジャウーっていう兵庫のショップのことを言ってるのかな。はい、これ多分ジャウーですね。そうですよね。はい。はい、もう原点すごいね、あの関西とかあの兵庫でね、頑張ってくれてるんですよね。うーん。大口さんってね。そうそうそう。僕も、モンちゃんもう20年ぐらいお付き合いで。やってるんですか、アンファンに。あ、ね、今やっていただいてます。あの、インナーはね、フリースは結構前からやっていただいてたんですけど、はい、ウェアもちょっとやっていただいて。あ、すごいですね、彼、すごいマニアックでね、商品に対しての、うん、あのね、ノウハウとかが、すごい。はい、すごいです。すごいし、うん、はい、なんせ優しいっす。優しい、確かに。昔から、もう僕20代の頃からお世話になってるんですけど、あ、そうですか。そうなんです、そうなんです。優しい、変わらず、本当に。はい、ありがとう、もんちゃん。はい、嬉しいです。ありがとうございます。はい、私も原点のインディペンデント、まだ頼みます、はい。はい、はい、これ、あれですね、バブルス丸山隼人の、あの手掛けてる板ですね。そうなんです、ね、うん。インディペンデントスティックっていうのは丸山隼人のシグネチャーモデルで、マンタっていうのはそのシリーズ全体のことな、まあ、板もあるんですけど、それを手掛けてたのは、今ちょっと名前取れちゃったんだけど、でもまあ、丸山隼人が作ったものですね。うん、はい、今日滑ってましたよ。おお、そうですか。はい。元気そう？元気です、元気です。同じ町に住んでるんで。はい、はい、そうですよね。はい、なんで。しますよ。よく会ってます。はい、この間なんか小西君のパークにあの子供連れてって言ってたよね。うん、うん、うん。ちょくちょく来てくれますね。わ、ね、あ、いいね。かわいいですね。高久さん、声が渋い。太田さんといい、小西さんといい。ああ、そう？ありがとう。ありがとうございます。よし君、これはこれはこれはよし君、これ。何何？これ飲みました。BMC。あ、これ、うん、ありがとうだったよ。あ、本当、すみません。ありがとうございます。SDGs。SDGs も頑張ってますよ。まだなんか今、オージャースプロジェクトって新しいちょっとプロジェクトが、まあ、あの来週ぐらいにウェブサイト上がりますんで、湘南で海と雪山を具体的にあのくっつけるっていうようなことはね、やってますんで、まあ、その、論理とか理念じゃなくてね、具体性がある小さいことをやりたいっていう、まあ、ことなんで、まあ、そういうところで活動はしています。また、チェックしてください。チェックします。ゴージャス？ゴージャスプレゼンス、プレイ。ジョプロジェクト何ですか。ああ、フォージアースプロジェクト。フォージアース。フォージアース。別に地球のためではないんだけれども、まあ、フォージアースって言って、まあ、みんなでイコールなのは地球なのかなっていうようなことで、うん、まあ、僕だけじゃなくて、今ちょっとね、あの、環境のことを一緒にやってる仲間と一緒にやってるんですけれども、うん、そういうことで僕は、あの、まあ、雪山であったり、その、まあ、ね、まあ、自然に近いっていうようなところのフィールドの人間として参画しています。素晴らしいでしょう。はい、まあ、具体的に林業とかを前からやってた、今もやってるんですけど、うん、スノーボードとか、まあ、あのサーフィンとかだけじゃなくて、あのその夏場に何て言うかな、こういう大自然の中で暮らしていくには、はい、まあ、あのそういう自然に、まあ、向かうような夏の、まあ、林業とか、うん、そういうのはあの一こう職人さんとかやっぱりこうやる人にとってもあのいいなっていうのは、まあ、もう僕もやったんです、やったんですけど、うんうん、あの、まあ、今もどっちかといえば、その職務としては好きなんだけれども、うんうん、あの、なんて言うんでしょうね、その、経済とか、あんまりこう、他にこう、流行りとか、
そういうのにこう依存しないで、うん、第一次産業に限りなく近くて、うん、しかもその木とかそういうのは、まあ、植林とかしたにせよ、その、肥料をあげたりだとか管理とかほぼないわけじゃないですか。まあ、間伐間引きはあるけど、うんうんはい。でもそういったことにこう、従事できて、それがしかも材料になったりだとか、うん、でその元々の材料の元っていうのは光合成における温室効果ガス、しっかり CO2 の固定化っていうことで木になってるわけですから、うん、それを人間が自分の生活に使えるっていうことに従事できるってことは、うん、非常にいいサイクルだなと思うし、うん、それで職人さんがやっぱりプライドを持てて、多分ね、子育てができてっていうことが、もし事業体としてできるんであれば、これはもう非常になんか、しかるべきというか、うん、いい仕事だなと思ってるんで、そういうのはちょっとでもね、携わっていきたいなっていう。うん、で、しかもこれ遊びのこととくっつけたいなっていうことなんですよ。いいですね。はい、いいですね。遊びと真面目なことばっかり言ってても、うん、ダメだし、こう楽しい話でだって、アンチはいるわけじゃないですか。いや、まあまあまあ、そうですね。まあ、いい、全然も悪くないというか、こっち、へこむけど、別に仕方がないからね。はい、でも、やっぱりそういうのは、ね、やっていくのは、やっぱ自然かなと思ってるんで。そうですね。してます。そうですよね。なんか、真面目にやるのは楽しみたいからですもんね。そうですね。ね。うん。おっと、ちょっと待ってくださいね。はい。もう一本飲んじゃおうかな。飲んじゃいましょう、飲んじゃいましょう。原粉スティックって美しいっつって。ねえ。いいっすね。ねえ、シンプルだもんね。そうなんですね。ちょっとなんか僕質問、これ平っていい？これ平ってたら。あ、もちろん、もちろん。お願い。はい、ちなんですけど。そう、ヨシー君たち、ヘルメットかぶって滑ってたじゃないですか。うん。ヘルメットは、あれですかね、ツアーに入るとヘルメットをかぶって滑るって感じなんですか？今ね、これ、いろいろあるんですけど、うん、ニセコにはニセコルールっていうのがあるんですよ。うん、で、これはまあ白馬の方の上の八方池山荘のところが開いたとか、うん、そういうことに、あそこはまあ登山道だってことでこうやってるはいるんですけれども、うん、ニセコルールの中で、そのゲートを越えて、リフトを使った上でゲートを越えて、いわゆるスキー場の管理区域外、うん、国定公園です、ほぼほぼ、うん、国定公園かどういうより。ってことは、もう僕たちの土地というか、国民の土地でもあるようなところで起こった事故を根本的に防ぐ上で、やっぱりヘルメットじゃないかっていうような、8K の衝突も多いんでね、うん、そういうようなことで、ルール化になってます。うんうんうん、あ、セコルールでも、はい、そういうことです。ってことになってるんですか？そういうことなんです。だからツアーでも、うん、で、ツアーとかそういうスクールとかちょっと一歩早めに去年から始まったんですよ。うんうんうん、スクールの時はっていうようなこと。うんうんうん、っていうのが、これニセコも今外国人も多かったですし、うんうん、外国人のヘルメット着用率ってのは半端じゃないんですよ。うんうん、そうですね。僕も全然変わらないで来たんだけれども、うん、やっぱりこう、世界とこの比較と、やっぱり自分も事業者としてのリスクを回避していくことや、うん、圧倒的なことを言うと、スタイル的にはちょっと違うにしても、うん、根本的な話としては、このヘルメットの問題ってさ、日本だけガラパゴス化してるんだよね。いやー、そうね。これ、実はもう仲間でも先輩でも後輩でもヘルメットはかぶんねえよって、違うっしょっていう人、すごい。世界でもすごいのよ。なんだけれども、これ世界で言ったらこれ違うんじゃないですか。そうですよね。ヨーロッパとアメリカ必ず被ってるじゃん、ヘルメット。もうほぼ。みんな被るでしょ。うん。ゲレンデでも被ってるでしょ。うん、ゲレンデでも。10年以上前から。ですよね。はい。だから、ここをちょっと、なんだろうな、やっぱプレイヤーが言う、プロライダーが言う、なんかこうでしょ、みたいなことってやっぱあると思うんだけど、これがなんか世界とはちょっと違っちゃってんだよね。うん。でも、まあ、去年僕そういう意味では被ってたんですよ。まあ、アラスカもかぶるけど、慣れますよね。慣れますね。うん、慣れますね。大丈夫っていうか、まあ、GoPro もつけやすいし。確かに。だからまあ、この質問ではちょっと今、ニセコルールの、一般人におけるっていうところが完璧にまだね、決まってないと思うんだけども、まあ、
あのコンディションもねいろいろですし、あの、うん、木の中ニセコのバックカントリーって基本的にツリーランなんで、うん、そのゲートってあの持参した方がいいんじゃないですかね。うん、うん、そうですね。はい、ですけどもよち持ってきなさい、うん、持ってきてくださいね。はい、頭が痛いとね嫌だけど自分に合ってたら慣れるよ、うん、僕もね、うん、アラスカとかそういう急斜面とか岩混じりの斜面滑るときはかぶって滑ってます、ね。はい、そうですよね、うん、なんか安心しちゃってよりこう心が大きくなってもまたダメだけれども、うんでもなんなんだよ、最初はなるまで俺ヘルメットかぶってるからいけるぜとは全然ならない。そうそれ言われちゃうとね困っちゃう。俺今日ヘルメットかぶってるんで。やばい、攻めます攻めます怖いわ、それも怖いわ。気をつけましょうね。はい、気持ちだけ大きくなっても怪我するだけですからね。うん、そうですね。これ原点の名前の由来が聞きたいと。ああ、これはね、あのもうね、あの太郎くんもやっぱね考え方があるし、この原点って、はい、この原点、この玄米の玄に天空みたいなことは原点のあのそういう、なんだろうな、ブランドブックみたいなやつもあるんですけれども、うん、見ると、なんだっけな、北斗七星みたいな、なんか絶対的なものみたいな、位置が変わらない、なんかっていうのを、はい、なんか原点のなんとかみたいな、なんか言うみたいなんですよね。空の中にある北極星って位置が変わらないじゃないですか。あれだって、空にある、天空にある絶対変わらないものみたいな、なんかそんなようなことをくっつけてるかと思います。唯一無二的な意味であったりだとか、そのみんなにおける万人のあれなんだけれども、絶対的ななんか存在みたいな、なんかわかんないけれども、そういうのもあるんじゃないかなと思うんだけど、あの、当時ね、さっきののっけに話しましたけど、うん、あの、スノーボードは楽しいとして、それがあの社会に認められる段階で、やっぱりフリースタイルが最初に認められたと。その中でやっぱりでもそれさ最初っていうとやっぱり雪山を滑るという自然なことが最初にあって、うん、そこからやっぱり技術やボードが進化してってジャンプやパイプやって整備やってなってったから、やっぱり自分たちがブランドとして目指そうとする世界は、うん、スノーボードのまあ最初の起こりというか、これが原点だったよねみたいな、字は違うんだけれども、うん、そんなような他のこと音としてのニュアンスも僕は当時あったんじゃないかなって、会話ではあったよなみたいなのは思うんですけど、うん、今あのブランドブックで言うとさっき最初に言ったようなこの感じなんだ、うん、はい、なるほど。でもなんか、はい、そのさっき今高さんが言ったようなのは勝手にこっちもイメージしてましたけどね、なんか、はいはい、うん、そういうことなんだろうな、うん、みたいな後者のね、うん、はい、後者の方は、はい、そうだよね。それは仲間内でもやっぱり、うん、特に当時だし、あのカウンターカルチャー的に、あの、うん、なんだろうな、白馬のオリンピックに向かって、日本中が盛り上がっていくのに、なんか自分たちがこう、スノーボード目いっぱいやってるんだけど、え、それってスノーボードなんですかみたいな、じゃないけど、そんなような、あの、90年代の初頭とか半ばは、そんな空気もちょっとあったんですよね。っていう中で、なんかこう、自分たちが原点でしょみたいな、じゃないけど、パウダー、やっぱり最高だよねみたいな。なんだろうな、やってたことがやっぱ間違いじゃないよみたいな、仲間内で今以上にもっとこう確認するじゃないんだけど、今日俺最高だよなみたいなのをなんか もっともっと話してたような記憶がありますね。うん、時代と真逆だったから。そっか、そういう時代があったんか、そうじゃねえだろみたいな、こっち見ろよみたいな、まあ、ではいけない気もしないけど、思ってたんだ。思ってたよ。例えばテリエじゃないけれども、はい、そういうようなあの、うん、テリエかも先輩のなんだろうな、トンバートとか、うん、しかりあの、もうちょっといろいろ忘れちゃってるな。あの、まあ、そのスノーボード界を作ってきた、そういう、まあ、今で言えば50代、60代みたいな人が、やっぱり当時はもう、なんだろう、パウダーもやってたじゃないですか。うん、はい。で、これがやっぱ最高なんだよ。ちょっとそこでは空気は最高だったんだけど、でもそれを見て周りの現役の人が見ると、いや、パウダーは引退した人がやるものだ、みたいな。
この本言われちゃって、マウダーってことは引退してるんですよね、みたいな。いや、これがその世界だし、まあ、ハーフパイプでね、まあ、まさに、あの、ウタ君や、まあ、今週はこのバックカントリーの大会も出てますけれども、うん、そういうような、なんか、こう、その、ジャンプとか、パイプとか、そういう競技の中で、もう一本立ててずっと続けていける人がたどり着く世界がパウダーみたいな当時なんか、そんな空気もあって、あのメインのハーフパイプやってる人はそれはもう後でやるかもしれないけど今はやりませんみたいな空気はなんかありましたよね。なんかありましたね。90年代のね半ば。でもまあ全然しかるべきだし、今こうしてまさに今日のライブ、それ以前のあのニセコに去年来てくれて、その中でまあ滑って、ね、YouTube もしかり、その今日の話してくれたスクールもしかり、まあ僕もガイディングを会社でやってるんで、そういうのもしかりで、なんか本当にこう、つながって、やってきてよかったなって本当に感謝します。いや、本当に、本当に、本当に感謝です、僕も。いえいえ、これからまたよろしくお願いします。ああ、もうぜひぜひ、ベストよ、ベストよ、ベストよ。ベストよ、ベストよ。行きましょう、行きましょう。行きますから、もう、コロナ前までも、この5年間、僕、毎月関東とか、群馬、新潟、長野、毎月行ってるんで、今年も、ちょっと今ね、コロナでニセコがあまりにもいいんで、ニセコを目にしたいなと思うんですけど、毎月、群馬か新潟か長野にも毎月行きますんで、ぜひね、これを機に、ご連絡させてもらいたいな。ぜひぜひ。はい、やりましょう。やりましょう。はい、あ、素晴らしい、素晴らしい。ちなみに、パウダーカンパニーさんって、その、プラン、まあ、ホームページ見たら多分、すっとわかると思うんですけど、はい。こう、なんかこう、ガイドのプランっていうか、はあ、そうですね。いくぐらいあるんですか？まあ、簡単に言えば、バックカントリーとインバウンダリー。いわゆるゲレンデの中か、はい、バックカントリーでやるかって大きく分かれてます。うん、で、はい、うちのお客様で見ると、もう半々です。バックカントリーだけではない。ないです、ね。それで、ゲレンデの中では、まあ、いわゆるその、さっきの技術の話じゃないですけれども、はい、教えていくこと、うちはクリニックって言ってやってたんですけれども、はい、当初から未だにやってるような、その中上級者の方に教えていくようなクリニックっていうものを、それを主体としたいくつかのこうメニューと、あとゲレンデをクルージングっつって、まあゲレンデとはいえ、こうどこの順番で風向きがこうで、こんだけの雪が降ったからこう行くべきっていうような、なんか順番みたいなのってあるじゃないですか。ルーティン。なんかそこ最初に行かないで、あそこが最初で、こういう順番で流していくといいでしょうみたいなのが、やっぱりコンディションによって変わるじゃないですか。そういったものをこう、お客様のレベルを見て一緒になって引率していくようなクルージングっていう、これがまあ主体となった、まあゲレンデメニューと、あとバックカントリーは大きく分けて、まあリフトを使う、先ほど大田君といった、はい、映像のやつです。はい。っていう、バックカントリーリフトアクセスっていうものと、バックカントリーハイクっていうものとあります。あと、まあ、羊蹄山だとかそういうの行くビッグマウンテンっていうようなものもあるんですけれども、まあ、大きく分ければリフトを使うか歩いていくか。でも実際はね、これはコンディションによって大きくあるんで、実は半分以上お任せいただいて、リフトで回したいけれども、例えば2日間、雪が降ってないんで、3日間降ってないんで、これはちょっとだけでも歩いちゃった方が最高のスノーボードだからっつって、私たちの方で前日に大方決めさせていただいてます。で、当日にやっぱりこうなりましたっていう最終決定は、その当日の朝です。そういうのなんだろう、割とフレキシブルにやらせていただいて、その分グループをこう、レベル差をちゃんと分けるようにしたりだとか、同じような行動ができるとか、そういう方に注力してる感じですかね。なるほど。はい。両方やってます。あと、まあ、デモもあるし、まあ、バックカントリーのギアとかもね、お貸しできますし、まあ、ゴーグルや何かじゃない、ワックスじゃないけど、そういうチューンも、できるんで、まあ。いや、全部ありますもんね。そうですね、一応ね。一応あります。ウェアとかちょっと売ってないんだけれども、まあ、板持ってますし、まあ、ビンディングだとかそういうものも手に入るし。ですか？はい。いや、俺、
そうか、原点お借りしたらよかったな。ちょっと次をぜひ。僕乗ったことないんですよ、原点。あ、そうですか。はい。ぜひの、乗ったことある？うん。一茂の借りて乗ったことあるっすね。ああ、そっか。うん。藤田くん。うん、藤田一茂、はい。うん。あんま知らないんだよね。ああ、そうなんすか。うん、紹介してね。ああ、紹介しますよ。全然。面白いですよ。でめちゃくちゃウェアも板も一緒じゃないですか。ああ、そうだったっけ。はい。そうですね。はい。そうだよ。ねえ。いや、いいな。ちょっと、うん、今度行ったら原点乗してもらおう。お願いします。ありがとうございます。はい、ちょっとぜひね、伺って、したいんで。2人が一緒に滑るときっていうのは、どこでよく滑ることが多いんですか？二人で滑るときは、どこだろう？プライベートはあんまりないんですけど、そのレッスンを同じ場所で一緒にやるってときがあって、うん、はい、そうですね。今日は妙高だったんですよね。今日はたまたまなんですけど、はい、決まってる日程でなんありますよね。放題日とか、うん、そう、で今週末もそうですね。26、20か。関温泉とか。関温泉。うん。ああ。そうなんですよ。じゃあ割と、うん、レッスンということで、まあ、まあ別に妙高だけじゃなくて、各地でやるような形でやって。うん、そうですね。うん、そうですね。うん、そうなんです。昔はよく撮影とか一緒に。うん、はい、まあ。小西がカナダとかアラスカとか行き出す前ですね。はい。うん、は、一緒に撮影に行ったりとか。その時はどこでよくやったんですか？白馬あたりとか。白馬も、北海道も。うん。あと、ジャクソンも一緒に行ったね。そうですね。ジャクソンホールも、ね。はい。いろいろ行きましたね。スイス。スイスもね。スイスも。今、うん、でもこうやってね、もしタイミングがあってってことで言えば、うん、やっぱ妙高が一番集まりやすいですかね。そう、ね。結構、日高が山険しいので。うん、はい、もうこんなの。はい。はい。はい、なので、妙高いいですよね。山も、はい、ね、うん。うん。雪もまあ、降るとこですからね。はい。ね、うん。ぜひ。なんか、近いうちね、今できれば今シーズンや近いうちに、うん、なんかまた、なんかもう、ね、はい、カメラ一切持たずに、3人で、ああ、そうですね。はい、逆にね、楽しそう。そういう日もいいですね。うん、ね、いや、ちょっと、まあ、今日のライブじゃないですけど、ね、昨日のニセコの動画から、まあ、来週、はい、まあ、私も出しますし、おたくんのそれも含めて、やっぱでも、せっかくね、こうやって見てくれる人があって、こうやって張り合いが出ますし、そういうところにも、いやいやいや、今シーズンもコンテンツを、出せていけたらいいですよね。そうですね。ね。ちょっと小西君頑張らなあかんよ。いや、ほんまやね。楽しい、楽しい映像を作らなあかんよ。なんかただ滑ってるだけだから、ね、僕がいつも。ね、ちょっと チャンネル見たら、面白そうな、動画がいっぱいですね。そうなの、そうなの。ギアの説明とかね。うん、いやいや、まあね、やってます、僕は、うん。ギアの説明はね、やってる仲間がいて、はい、仲間というか、従業員がいて、うん、一緒にやってるんだけど、一緒に彼がやってるんだけど、まあ、いろいろやってます。実験して、ね、しながらやってるんで、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。うん、本当、なんかこう、パウダーカンパニーさん行く前に見てもらってね、はい、それから行ってもらえたら、なんか、より一層楽しくなると思いますので。はい、概要欄チェックしてくださいね。はあ、もうでもコメントで、うわ、振ってるとか、ライブカメラ面白いとかっていうのあったんで。もう、ああ、そうですか。うわ、嬉しい。見ていただいてるっすね。はい。あ、はい、ぜひね、見てくださいね。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。あ、ありがとうございます、AKさん、うん。ね、ありがとうございます。ちょっとね、なかなかコメントもめちゃめちゃたくさんいただいてるんですけれども。そうですね。ごめんなさい、僕と小西くんが高木さんと喋りたいっていうのを、そっちを優先してます。そうですね。申し訳ない。ね。はい。すごいですね、大田アウトドアーズのこのライブ配信の、このなんかみんなのこのレスっていうかが、うん、はい、びっくりしますね。こんな来てるんですか。
そうな、嬉しいんですよ。すごいコメントするし、あとでもじっくりね、まあ、そうですね、はい、265人も今、はい、もうアーカイブでこのチャットも全部見れるんで、はい、見逃した方ね、はい、見てください。はいはい、そうだ、サップもやってるんですよね、うん、サップしてますよ。そうですよね、はい、川も海も波もやってます。おお、全部あのだからインフレータブルからパッコンからシェイプボードまで、うん、やべえ、まあ、いも全部だね。ぜひあの波乗りやりましょうよ。波乗りか、サーフですか、うん、サップサーフ、サップサーフィン、サーフィンもいいけど、うん、サップやってんだったらこれで波乗ったらいいからやろうよ。目の前だからあのできますよ。じゃあ行こう、うんうん、ぜひ来て、板もあるし。いや行こう。あれやっぱサップサーフィンするには、はいはい、あの硬いやつですか。いや、まあそれはインフレータブルでもできますよ。できる、うん、あ、そうなんですね、できるけれども、うん、硬い方がやっぱいいですよ、うん、あの、うん、なんだろう、板がグッてこう走り出した時にやっぱボトムにハーフパイプじゃないけど、はい、上から降りるじゃないですか、うん、降りた時にボトムでやっぱグンってこうなんだろう、こうノーズがグッてなっちゃうと、たわんじゃうん、たわんじゃうんですよね、うん、ああ、なるほど、だからそこでやっぱりシュッてこういけないとあれだし、うん、あとレールが厚いじゃないですか。そうですよね、レールが、そうですね、僕も何回かやったことあるんですけど、はい、ぐらいですね、うん、そう、横にやんまいけないですよね、むずい、うん、だからやっぱり少なくともパッコンか、うん、できればもうシェイプボードがもう全然別世界、シェイプボード、シェイプボードはやっぱレールも超薄いし、サーフィンみたいな感じ、ギリギリの浮力だけ保つっていう意味のサップであって、それはもうサーフィンだから波乗りしたらそれはすごくいいです、でもインフレータブルがだかっこ悪いとかそう適した人間じゃないんだよ、うんうんうん、インフレータブルは革はインフレータブルだから、うん、未だにだから、うん、やっぱ革はインフレータブルを使うし、まあ適材適所ですよね、うんうん、でサップなんかみんななんだろう、カップルとかファミリーとかで、うん、わーいってボートみたいに、うん、カヌーみたいに使えるっていうのもあるじゃない、うん、はい、そういうような意味ではもうインフレータブルとかパッコンの大きい痛み、うん、剣とか大きいと思って、うん、でももし波乗りしてくんであれば最初インフレータブルでもパッコンでもできるけども、突き詰めていくとやっぱりシェイプボードを使いたいと思いますね、うんうん、より楽しいですね、より楽しい、一本の波バックカントリーと一緒ですから。ああ、そっかそっか、何本も波乗れないから、うん、波にはその一本をどうするかっていう時に道具をどうする、技術をどうするってとても大事ですよね。大事ですね、はい、適当じゃいかんすよね、いけないですね、うん、でも的確に当てるって好きなんだけどね、ね、でその適当だといいけどね、はい、うん、なんか何でもいいよみたいになっちゃうのはちょっと嫌だな、もったいない時間がないですね、うん、プロでもあるから同じ1分1秒生きてるんだからもったいない、うん、ね、うん、いいものでやっぱね、いい道具をより選ぶべきだし、いい技術をより練習するべきだし、うん、もう劣ってるけど、その生きてる限りやる限りはやっぱりちょっとでもって明日、ね、うん、自分を戒めてやっぱやらないといけないんじゃないかなって、うん、カツ入れてます、うん、いいね、自分に時間に時間がもったいないっていうのはそうですね、本当、うん、そうだよね、本当だよ、もうあっという間だよ、ね、さっき30年前って話してたのつい昨日のように聞こえるんですよ。いや、そうです、だって今から30年だともう70超えてるんですから。そうでしょ、ね、今から30年っていうのはさ、やっぱどうなんかなっていう、まあいいんだよ、もちろん楽しいんだけれども、うん、今までの人生の中のスノーボードは続けていくことだけれども、うん、同じようにやっぱできなくなる30年もあるじゃないですか。いや、そうですね、そうですね、そうなればやっぱりそこで続けていくためにも今の自分を見つめて、ちょっとでもとか、うん、あれやばかったなとかやっぱやらないと、うん、ただイエーイだけじゃやっぱダメかなと思う、うん、そうなんですよ、そうなんですよ、そう、うん、いやもうこれダメだな、うん、やめとこう、うん、なんか溜まってる。いや、いつもね、こう説明したいんだけど、うん、あの、こんなこと説明してもしょうがないなって思うことってやっぱあるじゃないですか。ああ、確かにね。う
はい、そのそれぞれの経験があって言ってるし、うん、その経験ない人には全く分かんないことじゃないですか、うん、でもやっぱ思うところあったりするんですよ、うん、なのでちょっと今度3人でやろう、だから、もっと差しでね、あって、ね、差しでそれできたらいいなって、はい、差しとかね、3人だけで、うん、はい、じゃあ、 あのリアルであってリアル、そうですね、うん、はい、いやもう本当にありがとうございました。はい、いえいえ、こちらこそ、なんか、すいません、本当にありがとうございます。いや、めっちゃ楽しかったな。これはちょっと、はい、あれだな、多分終わらないな。うん、あの、また、機会があったら、ぜひお願いします、はいはい。ぜひよろしくね、うん。僕もちょっと伺います。この間、去年来てくれて、本当にありがとう。あ、ええー、とんでもない、嬉しかった。とんでもないです。とんでもないです。で、あの、YouTube もこれからいろいろよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ぜひぜひぜひ。頑張ってください。お願いします。もはい、はい。僕も頑張ります。小西君も頑張ります。はい。はい、いいな。じゃあ、次回はじゃあ、リアルでね。あのそうですね。そうですね。はい。本当ですね。言いたいこと言って飲みましょう。はい。はい。お願いします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい。さあ、皆さん。はい。どうでしたかね、うん、楽しかったでしょうか。いやあっという間でしたね。あっという間だったね、うん、いやだって俺あれだよ、あの、はい、まだ聞きたいことあるからまた来ていただきます。ありますはい、本当にもうよろしくお願いします。いやめっちゃ楽しかった。皆さんも楽しかったらいいな、うん、ね、今回のお話でね、うん、ニセコ行った時お願いしたらもうめちゃめちゃいい時間過ごせるよ。ね、時間がもったいない。うん、思い出してください、みんな。時間がもったいないっすよ。そんな。いやー、ほんとほんと。ほんとにね、うん、濃密な一日過ごせる。ね、ちゃんと、うん、そういう知ってる人に習って、時間を節約したらね、ほんとに。楽しめる時間が増えることになるから。そうよ。だってもちろんなんかこうポイントとか場所を探すっていう楽しみもあるけど、うん、でも時間がないんだったら、うん、それはさてを切っておいておいた方がいいな、うん、やっぱ熟知してる人ね。ね。だってさ、僕とか小西が行って絶対面白いんだよ。ほら、うん、一般のユーザーの方行って、ほら満足するよ。うん、まあ、そうだよ、もちろんだよ。ね。ね、技術もそうですよ。教えてもらうと早いからね。うん、もちろんもちろん、そのためのレッスンですね、うん、クリニックだったりね、ね、皆さんぜひ参加してみてください。じゃあ今日もありがとうございました。皆さんありがとうございました。今日レッスン来ていただいた方、うん、気をつけて帰ってくださいね。今あね、帰り道で聞いていただいてるかな。そうですね、まだついてないかな。ついてるかもしれないですけどね、もしかしたら、うんうん、気をつけて、うん、飛ばさずゆっくり帰りましょう。そうですね。はい。それじゃあ皆さんまた来週ですよ。あ、ちょっと待って。また来週？ちょっと待って。来週はどうなんだっけ？ちょっと待ってね。29？ あ、杉の原レッスンの日だね。うん。はい。ありがとうございます。はい。来週29日、ね、皆様ね。うん。またお待ちしております。はい。それでは、グッドナイト。おやすみなさい。